政府与党が臨時国会の招集要求に応じないことに対し立憲民主党など野党4党は自民党に抗議声明を提出することを決めました新型コロナウイルス対策のための補正予算案審議をするべきだとして野党側が求めた臨時国会の早期招集をめぐり政府与党は応じない方針を示していますこれを受け、きょう午前 立憲民主党などの国会対策委員長らが会談し明日にも自民党に抗議声明を出すことを決めました。今の自民党は新型コロナウイルスで本当に大変な状態になっている国民に背を向けてうちわのことを必死にやっています、いや、率直に言って本当に浅ましいと私は思っております。 一方、国会召集について加藤官房長官は会見で補正予算審議のための国会はやらないと申し上げたが臨時国会そのものをやらないと申し上げているわけではないと述べました。